皆さん、小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってはりますか若月ひかるです。今日はですね、出版エージェントについて話したいと思います。マシュマロに質問をいただきました。商業文献誌で新人賞を取った後の話ですが、出版エージェントや出版コンサルタントと契約して、版元とトラブルになった時に、間に入ってもらえるとかあるのでしょうか 私はいろいろ事情があってとある弁護士さんを存じ上げておりますが弁護士さんに任せた方がいいのかな出版エージェントや出版コンサルタントはうさんくさいみたいな話をネットでは見るのですが とということでした出版コンサルタントとか出版エージェントとかねなんか最近よく聞くようになってきましたどうなんかなーってトラブルに起こった時に役に立つのかなーとかそういうことを心配してはんねんと思うんですよねちょっといくつかねこれ質問のポイントあると思うので質問のポイントを4つに分けて解説していきたいなと思ってます1つ目は出版エージェントってうさんくさいの信用できるのっていうことやと思います 二つ目はトラブルが起こったら弁護士さんに任せたらいいのそれともエージェントがトラブル解決してくれはるのもう一つは商業文芸士で新人賞取った後にエージェントと契約していいのもう一つはエージェントって結局何をする人なのかなっていうふうな質問だと思うんですよ。最後は私の予想なんですがそれが分かってへんからこういう質問が来るんだと思うんですね。 でまず、エージェントは信用できるのか、うさんくさいのかっていう質問ですが、これに関しては何とも言えません。私自身はエージェント契約してません。それは人間には色々い,います。いい人もいれば悪い人もいます。しやから、親身になって作家のために行動してくれはるエージェントもいはるやろし、そうじゃないエージェントもいはると思います。んとね、エージェントっていうのは、実は資格はいりません。 例えば弁護士になろう思ったらいっぱい勉強して弁護士資格を取らなあきませんせやけどエージェントは私エージェントですって名刺に書いたらホームページにエージェント事務所ですって書いたらもうその段階からエージェントですほんまにねそこら辺のねおっちゃんおばちゃんでもエージェントになれるし私もなれるしあなたもなれるんですよ エージェントがうさんくさいっていうのがその辺もあるんちゃうかなと思うちょっとレベルがねいろいろありすぎるんですねほんまにエージェントはすっごい一生懸命ちゃんとやってくれはんにあると思うねんけれどもそうじゃないエージェントももちろんいるわけなんです二つ目トラブルが起こったらエージェントが解決してくれの弁護士さんに任せる方がいいのこれはね 出版業界でトラブルが起こることっていうのは本を出すよって言ってはるのに出してくれはらへんとかあとなんかねもうとにかく著作権法上もしくはお金のことのトラブルなんですよでそういうトラブルはやっぱり弁護士さんに任せましょう出版エージェントは出版の代理をすることであって出版コンサルタントはあくまで出版の相談をするコンサルをするだけであってトラブル解決人ではないんです トラブルが起こったら弁護士です。これは絶対。で、三つ目の質問。文芸して新人賞取った後、エージェントと契約していいのでしょうかっていうことやけれども、えっ、ー、とね、あなたが新人で新人賞取った。あなたの小説を本にしたい。一緒に頑張っていきましょう。あなたの小説売り出します。って言うてはるときに、ごめん、私代理人間に通しますわ。って言われたら、 ちょっとね、やっぱりその、なんていうのかな、やっぱ、かなんていうか、はぁ、そうですかっていう風になっちゃうじゃないですか。えっ、ー、とね、新人賞を取るっていうことは、編集部の側から言わすと、あなたの小説を売りますよ。あなたの小説を私たちは、もう評価してるんです。あなたを私たちは売って、あなたと一緒に出版業界、一緒に頑張っていきましょうって、そういうことなんですよ。せやからね、賞を取った後すぐにエージェントと契約。これは絶対やめてください。絶対です。 じゃあ、エージェントと契約するのはあかんのっていうことやけれども、作家っていうのは個人事業主なんで、エージェントと契約するのは OK です。私思うねんけれども、エージェントっていうのは、結局、商売として間に入って、3割ぐらいお金を取ってきはるわけじゃないですか。せやから、エージェントの側からしても、売れへん人、売れへん作家とか、まだ実力もない作家は、やっぱりその、代理人したいとは思わないんですよ。 じゃあ、いつエージェントと契約するのがいいかっていうと、売れ行きがピークになった時だと思う。売れ行きがピークになって、もうすっごい売れまくって、売れまくって、売れまくって、もうスケジュールの管理なんかできへん。でも、この先きっと売れ行き、あの、売れ行きがピークに来るっていうことは、その後売れ行きが下がるわけじゃないです。ないですか。そこでエージェントと契約したら、エージェントが、 いいいっっぱい仕事取ててきてうまいこと売り込んでくれるそやからね売れ行きがピークになった時にエージェントと契約するのがいいんちゃうかなと思ってますでもね人気がある作家にはそれこそねほんまうさんくさい業界頃も寄ってきます私もね経験しましたほんまに業界頃っていうのがいるんですよ「僕がエージェントやりますよ」とか「マネジメント任せてください」みたいなこと言う人が現れても ちょうどよかった、みたいな感じで、ほいほイ契約したら飽きませんよ。ちゃんと信頼できる相手か見極めてから契約しましょう。四つ目。これがね、ちょっと曖昧やから、こういう質問が来んねえと思うねんけれども、出版エージェントって何をする人なのかなっていうことやねんけれども、もともと代理人、出版の代理人っていうのは、欧米で広まりました。 なんで欧米で広まったかっていうとそういう腕のいいエージェントがこの人は売れますよっていうふうに売り込みに来たら編集部の側かって楽なんですよだって確実に売れる人を紹介してくれはるそしたらすごい楽やないですかせやからねそれで広まったんやと思うんですよでもね日本ってねパターン配本なんですね パターン配本って何のことかって言うんですけれども、流通会社、東藩とか日藩とか、流通卸会社っていうのが間に入って、本屋さんとかにね、配布してくれはる、トラックでね、配ってくれはるんやけれども、その流通をしてくれはるのが、日藩とか東藩とかっていう風な、流通会社、卸業者やねんけれども、そこがもうパターンで、こういう本はビジネス書やったら、せやな、ビジネス街に卸そう。ビジネス街でこれやったら、こういう風に売れます。だから、これだけですっていう風に、もうね、流通会社 流通会社の力が強いんですよ。だからもうねあの作家の名前とか内容とかで初版が決まっちゃう流通会社がこれだけ頂きますっていうふうに言われるんでもうほとんどね流通会社が決めてくるみたいな感じになっててエージェントが「この作家さ売れますって言ったかって初版が多くなったりとかすることはないんですよ。 でね欧米のエージェント良いっていうのはどういうことかっていうと結局ジャニーズと一緒なんですよね。あののののジャニーズはイケメンの歌の上手いいい男の子たちをいっぱい集めてるでジャニーズが新人のちょっと地味かなっていう風な男の子を連れてきて「この子はすっごい歌も上手くって踊りも上手でこの子絶対売れる子でうちとこ売り出したいんです」っていう風に言ったらそしたらテレビ 制作会社はその人をですね採用するじゃないですかそれと同じで欧米のエージェントはこれこの子新人なんですけど絶対売れる子なんですよ私は認めてますって言ったらそっかベストセラーをいっぱい出してくれた君の言うことなら絶対正しいよねうんこの子新人やけどもうちとこで10万部で出してみよう っていう風になるわけなんですよ。でも日本はね、新人賞がいっぱいあって、新人賞で決めるわけじゃないですか。それから、エージェントの出る幕っていうのはそんなにないんですよ。日本で、ね、エージェントがね、あんまり発展してないっていうのは、その辺があります。なので私はエージェント、よしよしあると思うんで、考えて契約してほしいなと思います。エージェント何もしなくても、自動的にあなたの本から、あなたの印税から3割は取ります。 あなたの印税が一冊書いて50万やったら何にも新品エージェントに15万取られてしまうんですよ。で、エージェントを通してくださいって言われますよ。だから悪いエージェントについたらひどい目に遭っちゃうと思う。と、エージェントが5割取ってあなたの印税が本当に半額しかもらえへんでもそれはもうわからないことになっちゃう。特に作家なんてお金のこととか苦手ですからね。ただね、あのー、売れ行きがピークでこれから先落ちるのが分かってる作家さんやったら エージェントをうまく使うと売れ行きのピークを伸ばすことができると思います。それからうまく考えてエージェント使ってみてくださいね。若月偉そうやななんかエージェント使う、エージェント使うとかって言ってはるけど失礼やなと思わはった方ごめんなさい。エージェントっていうのはシステムの一つです。そのシステムをうまく使うかどうかは作家さんによります。私はね、あの、新人賞を取った作家さんはそのレーベルで 頑張ってるべきやと私は思ってますほなねおきにまたねバイバイ